プリンセス、この話しか落ちまーす。ということで、今日はスポーツで全力対決してみたー。ラウンド1、川崎大指定でございます。はい、眠いですね。朝が早いですほんまに早いということで、はい、今回の企画はチーム戦で5番勝負行っていただきます。おお、楽しそう。チームの方を決めていきたいんですけれども、はい、出てきますか。
3年間リプレイしてほしい。あ、一応中学校あのバスケ部でした。気まずな、何のための3年だった。絶対高校4投目夢、あの3年間夢。え、これ結構私たち次9だ、勝っちゃいます。え、そうやで、あんなが次9でも終わり。はずせ、えい、はずせ、それいけ、はずせ、おい、はずせ、あ、よいしょ。じゃあそう、乗るやつじゃないのこれ、別に。違う。じゃあ曲流さんといてよ。曲じゃないのこれ、別に。はずせ、ここで決めたら、はずせ、ジェシルチームの勝利です。はずせ、はずせ、はずせ、えい、はずせ、えい、あやばいっすわ。な、自分チームメイト最高や。やばいっすわ。ここでジェシルチーム決めたら同点です。高校6投目いける。やばいって。しかも何なんこの坊主いつも。サドンデスじゃないですか。3年間やってきたスラムダンクを見てるから一番強いんだから。大丈夫、7投目力読めるんだよ。いきます。こんなんもう買ったも同然です。ウイチ、あの、本当に3年間言ってた夢だった。夢かも。高校7投目はい、外せ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 。見てる同級生泣くよ。お前何の3年間だったんだ。もう多分みんな次は何ですか。確かに第2回戦、はい、バドミントン対決。イエーイ。せーの、うん、あー、レッツゴー。ゼロブリーやるよ、はい、あんたたちあっち行きなよ。わかりました。これは先に10点を取った方が勝ちなんで。行くよ、頑張れ。なんでなん。あんたドラマの主人公ちゃうで。3-0。いけ。もうちゃん、もうちゃん。絶対。絶対。じゃあバドミントン。あれ、バドミントン部だった。え、なんか全部スローモーションで見える。バドミントン部だった。てかね、多分ね、あの向こうが。うまいかもって調子やってるけど、多分こっちが下手やね。そうやね、向こうそんなうまないね。あっち多分普通やね。4-0。4-0死ぬ。いけ。あ、またスローモーション。
ということで、今はじゃあ1-1ですね。はい、え、わざと負けてあげたみたいな。あ、勝利わざと負けた。じゃあ第3回戦は、はい、バッティング対決。おお、野球部活は、え、野球部活やめて、野球部って言って、野球部活は誰もいないよね。部活言ってるよ、もう誰もビートカット早速野球やっていきましょう。せーの、うん、あー、レッツゴー。野球の前に来ました。バッティング対決でございます。はい、めっちゃ打てた方の勝ち。シンプルに、とりあえず前にボールが行けばいい。速さは80キロ。せーな、うん、あーレッグ。怖い、大内。でも大内バッティングセンター行ってたんやんか最近。あ、うん、ゼロゼロ打ってないよ大丈夫だよね大内。先輩してた大内。大内、大内、大内、まだ練習段階だよね。素振りで、違う違う違う、これ先輩大丈夫だよ。はい、よっしゃ。お願い。やば。素振りいつまでやる気かな。よっしゃ。ほんまに。当てようか、とりあえず。うますぎ。すごいな。ああ。マジ。すごい。ヒット、ヒット。すごいよ。コツ掴んだんじゃない？ああ。はい。あれ？はい。戻っちゃった。あれ？戻ったのよ。さっきの感覚思い出していけるよ、次は。え？あ、終わりですか？はい、1です。1です。しゃ、いけるよ、先生。さあ、来い。勝てるよ。お前ら、勝つぞ。絶対勝とう。お、セシル。セシル、ここめっちゃいいよ。よっしゃ、ないった、ないった。これ、うまい説ある。うまい説ある。あ、セシャ。大丈夫、大丈夫、任せろ、任せろ。セシャ、終わったとか言われました。言ってました。あなたのチームの方が言ってました、はい、終わったって。しかもこの空気どうしてくれるんですか。もう一回いいですか。めっちゃアメリカ人やん。かわいい。めっちゃアメリカ人やな。それかぶったらめっちゃアメリカ人やん。あれ、あれ、あれ、ももちゃん危ないよ。違う違う違う、もうちょっと横向かな。ももちゃん、あれ、ももはい、3点入れた方の勝ち。イエーイ、よーい、スタート。
2時間かかりますけど。すいません。聞いてくれます？なんかゼロプリのチャンネル登録したらいいこと起こるみたいで、あとそれに便乗で高評価を押したら痩せれます。なんてコメントしたらいいかわからへん。可愛いってコメントしろ。ほんでその他 SNS のフォローしてくれたら4人で喜びます。みんなとゼロプリが笑顔になれますよう、よろしくお願いします。